行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。できたな。それならいいレストランがこの町にある。リオン、大魔党演舞に出るんだってな、グレイ。まあ優勝するのは俺たちラミアスケールだがな。一つ賭けをしよう。ラミアスケールが優勝した暁にはジュビアを俺たちのギルドがもらう。なんじゃそりゃ。俺たちが勝ったらジュビアをお前たちに返そう。もともと俺たちのギルドだよ。男と男の約束だ。忘れるなよ、グレイ。賭けになってねえだろうが、ふざけんな。負けるのが怖いのか。なんだと。グレー様、ジュビアを取るかリオン様を取るかはっきりしてください。全然話見えてねえだろ。ドラグニル、猫なんですか、あの間抜けな顔した猫は。間抜け。しょべった。私突っ込まないとダメ。大魔党演舞に出るって噂本当だったのか。俺のこと知ってんのか。悪のロギア、ドラゴンを倒せなかったドラゴンスレイヤーでしょ。それ、あ、これでも昔はあんたに憧れてたんだぜ。ちなみにこいつはガジルさん。同じドラゴンスレイヤーとして気になっていただけだ。ドラゴンスレイヤー、お真のドラゴンスレイヤーって言ってくんねえかな。俺たちならアクノロギアを倒せるよ。あんたたちアクノロギアを見たことないからそんなこと言えるのよ。そうだそうだ。頭の悪そうな猫ですね。レクターは頭いいよね。見たかどうかは関係ない。要はドラゴンスレ、私が説明しましょう。夏くんなどはドラゴンから滅竜魔法を授かった
いわゆる第一世代と言われています。オタクのラクサス君やオラシオンセースのコブラ君は竜のラクリマを体に埋め込み滅竜魔法を使う第二世代。そしてスティング君とローグ君はあなたのように本物のドラゴンを親に持ちつつ竜のラクリマを体に埋めた第三世代。最強のドラゴンスレイヤー第三世代。お前たちも777年にドラゴンがいなくなったのか。ま、ある意味では。はっきり言ってやる。俺たちに滅竜魔法を教えたドラゴンは自らの手で始末した。ドラゴンを殺した。人間がドラゴンを。親を殺したのか。ま、本戦で戦うことがあったら見せてやるさ。本物のドラゴンを倒した力ってやつ。行くぞ。旧世代には何の興味もない。時代遅れのドラゴンスレイヤーは連れてる猫も貧乏くさいですね。クロム様。あれがフィオーレ一のギルド。Mmm.
何？知られたいものからかかってこい。アイスメイクフロア！エルザ、ジェラール、そうか、
きましょう。ここですね。気をつけていきましょう。帰ってきたな。頑張ってるわね。やるじゃないの。
なかなかやるでしょ。よっしゃ、行っちゃ行くか。アイスメイクフロア。何やら普段と違う気配がする。切られたいものからかかってこい。アイスメイクハンマー。決戦、我々の勝利だ。やったぞ。よいしょっと。よいしょっと。よっしゃ。じゃあ行くか。アイスメイクフロア。乾燥変鱗ブルーメンブラスト。我々の勝利だ。
こ行くかな。おお、よし。何？よし。ああ。よし。そろ12時だわ。ところでウェンディはまだか。シャルルと一緒のはずだし迷子になるとは思えないんだけど。もうすぐ12時か。あんな小さい子がこんな夜更かし、悪友、不良、どうしよう。小説書きはみんなこういう想像力なのか。よう、差し入れに来たぜ。いよいよ明日だね。エルフマン、リターナー。山ごもりから戻ってたのか。かなり力をつけたつもりだったのに先行から外れるとは。俺も出て、リターナーや姉ちゃんにいいとこ見せて。大魔党演舞にお集まりのギルドの皆さん、おはようございます。これより参加チーム113を8つに絞るための予選を開始します。予選だと？聞いてないぞ。 113？ あれ、ビオレ中のギルドの数にしては多すぎるような。予選ならば事前に通達しておけばよいものを。不可解な段取り、多すぎるギルド、謎の魔力、怪しむべきは主催者側か。毎年参加ギルドが増えて内容が薄くなってるとの指摘をいただき、
しは本戦を8チームのみで行うことになりました。予選のルールは簡単。これから皆さんには競争をしてもらいます。ゴールは本戦会場ドムスフラウ、先着8チームの本戦出場となります。魔法の使用は自由、制限はありません。早くゴールした上位は、ただし5人全員揃ってゴールしないと失格。それと迷宮で命を落としても責任は取りませんので。大魔党演武予選、スカイラビリンス開始。競争っつうなら急がねえとな。待て、ゴールの規定が5人揃ってだぞ。ウェンディがまだいない。ウェンディ、ウェンディがいなくても男がここにいる。メンバー変更じゃい。仕方ねえか、ウェンディを待ってる時間もなさそうだし。頼むぞエリフマン。任せておけ。チームフェアリーテイル行くぞ。スカイラビリンスはそれ自体が回転する複雑な迷路だったけど、私たちおめでとうございます。予選通過決定です。よし、そりゃそうだろう。すっげえ順調だったし。もしかして私たち1位？いいえ、8位です。ギリギリ通過です。予選通過できたんだし、本戦頑張ればいいよね。いや、明日から本戦燃えてき、あとは
ウェンディが宿に戻っていれば万事 OK と思ってたけど、事態はそんなに簡単じゃなかったんだ。実っておる。熟した果実が実っておる。今年こそ完成するかもしれんな。待っているがよい。守備はいかがですか、アルカディオス。は、姫。ついに我らの宿願が叶うのですね。世界を変える扉、エクリプス。すべて姫の御心のままに。あとはこの桜花聖騎士団団長アルカディオスに。お前よしなに、あなたを信じていますから。よし。いよいよ大魔党演武の本戦が始まるぞ。試合は山に築かれた闘技場ドムスフラウにて行われる。時間的にそろそろ行かねえとまずいか。けどウェンディがまだ見つからねえ。ナイツー、大変だよ。ウェンディが。ウェンディ、茂みの近くで倒れていたの。外傷はないみたいだけど。ナツさん、ウェンディ、無事か。何があった。すみません、よく思い出せない。魔力欠乏症ね。一度に大量の魔力を失ったために全身の筋力が低下してる。みんなごめん、せっかく修行したのに私出られなくて。この大会の中にウェンディを傷つけた犯人。まだ何とも言えないけど、その可能性はあると思う。俺たちの戦力低下を狙ったのか、それとも。今はやるしかない。ウェンディの分まで私たちが頑張るんだ。よし。そうだな、ギルドが発表になるわ。さあ、参加チームの発表だ。名前に反したアラクレ集団フェアリーテイル。
後大陸中を騒がせた天狼軍の帰還によりフィオーレ一となるか。気にするな、レシ。仲間の声援があれば。フレーフレーやりテイル。うん、てか、応援に来ちゃいました。来ちゃいました。キャンタ大丈夫です。ギルドの紋章をつけた人しか私のことは見えてませんから。いや、そういう問題なのか。だってずっと天狼島にいるのも暇ないですよ。初代が見守ってくれるとは心強いな。幽霊だけどな。さあ、続いては予選7位地獄の猟犬軍団クワトロケルベロス。6位には女性だけのギルド、大海原の舞姫、マーメイドヒール。5位は漆黒にきらめく青き翼、ブルーペガサス。4位に愛と戦いの面に聖なる破壊者、ラミアスケール。続いて3位、これは意外、初出場ギルドだ、真夜中遊撃隊、レイブンテイル。レイブンテイルだ。これはマスターの息子イワンのギルド。闇ギルドじゃ。こんなのが大魔党演武に参加してよいのか。おお、最近正規ギルドに認可されてて。言わんめ、ふざけよって。どんな手を使って。お前らがウェンディを許さねえぞ。残り2チーム、セイバーテスト、何だろう。まだ強いギルドが隠れてやがった。ジェラールの言っていた魔力と関係あるのか。さあ、予選2位チームの発表だ。おっと、これは意外、落ちた羽の羽ばたく鍵となるのか。まさか、まさかのフェアリーテイル B チームだ。ガジル、ジュミオ、ラクサスとか反則でしょ。つーかなんでミストガンがいるんだよ。まさかお前ジェラール。マジか。今回からのルール改正により各ギルドは2チームまで参加できるようになっています。そっか、だから参加チームの数が多かった。冗談じゃねえ。たとえ同じギルドだろうが勝負は全力、手加減はなしだ。
別チームとして出場したからには敵負けねえぞこの野郎。望むところだよ、予選8位のチームさん。ガジルはだいぶ力をつけてきたぞ。ノイズだって負けないよ。それにしても B チームすげえ強そうだな。さあいよいよ予選突破チームも残すとこあと一つ。最強天下無敵これぞ絶対王子やセイバートゥースだ。出てきたか。楽しもうぜ夏さん。何ガンタレてんだこら。ガジュあれがフィオーレ最強のギルドか。絶対負けるな夏ガジュ。頑張ってくださいステンレ君。クモも応援する。あの客席にいるのデクシーだ。グレイ、あの約束忘れるなよ。俺たちが勝てばジュビアを我がギルド。約束なんかした覚えはねえけど、お前らだけには負けねえよ。ところで、あいつ誰だ。いつもの愛はどうした。愛はシェリアって言います。よろしくお願いします。シェリアはシェリーのいとこなんだ。実力はシェリーより格段上だぞ。ううん、私なんかまだまだ愛が足りないの。ジェラ…ミストが…お前…会場には近づけんと言っていただろ。この方法は思いつかなかった。なかなか話のわかるマスター。事情を話したら快く承諾してくれて。ルール違反だ。お前はギルドの人間じゃない。俺とミストがある意味同一人物と聞いているが。ま、そう熱くなるな。祭りだろう。ああ、ミストだ。そういうことだエルさん。それとな、ミストガンはもう少し無口だ。気をつけな。了解。あの覆面の方、ギルドのものではありませんね。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。だからやめとけって言っただろう。しかし悪ではありません。不思議とギルドの紋章を持つ者と同じ心を感じます。話せば長くなるんだけど、一応ギルドのものとも言えるんだよね。
なるほど、あれがこの世界の王子というわけか。強いのですか？それはもちろん、かつて聖天の称号を持っていた男。認めます。え？フェアリーテイルが優勝するために。で、何か気づいたことは？レイヴンテイルが怪しいということ以外は特にない。あれは初出場のギルドだな。毎年感じる魔力と辻褄が合わない。お前の方こそその謎の魔力とやらを感じているのか？いや、今は燃えてきた！いよいよ始まりました。ここで私とルールのおさらいをしておきましょうね。参加者は各ギルド5人までなのです。リザーブ枠があって1人自由に入れ替えができるみたいです。現在はウェイティさんの代わりにエルフマンさんが入っていますね。予選を勝ち抜いて本戦に出場できるチームは8つ。我らがフェアリーテイルからは2チーム。さすがです。大会は5日間かけて行うようです。1日の中には競技パートとバトルパートがあります。バトルパートでは双方のギルドが同じ人数を出し合って戦います。競技パートはその時までルールは秘密だそうです。選手の選出は自由。勝敗や順位によってポイントがつきます。そして合計で一番ポイントの高いチームが優勝となるのです。頑張れフェアリーテイル。ではこれより大魔党演武オープニングゲームヒルを開始します。参加人数は各チーム1名。参加者は前へ。ここは男として一番やりとなって。お前のどこがヒドンって感じだよ、肉団子。ゲームのルールは分からんが、ヒドンという名から隠れることが必須か。ウェンディがいてくれたらな。ちっちゃいし。小さいのが有利かもしれないなら私か優香だね。いや、初めから飛ばしていく。リオンが出るの？ほう、だったら俺が出よう。この大会どんなもんか見させて。グレー様が出るならジュビアも。おい、わざと負けたらただじゃおかねえぞ。グレー様、申し訳ありませんが負ける気は。当たり前だ、全力で来い。悪いが俺も全力でやらせてもらう。ジュビアのために。ほっとけよ、バカが映るぞ。ゲームみたいな試合で楽しそう、そう思ってたのは最初だけだった。私たちはいろんな意味で苦渋をなめる。レイヴンテイルの必要な妨害が敗因。レイヴンテイルはフェアリーテイルが最下位になるようグレイを集中的に狙ってきた。そして王者セイバートゥースは本当に強かった。ジュビアやリオンも奮戦したけど全く及ばなかったんだ。やっぱ弱いじゃんフェアリーテイル、万年最下位。もうお前らの時代は終わってるよ。何がおかしいんだこの野郎。もういい。笑いてえやつには笑わせておく。すまねえ。大丈夫だよ、まだ最初だし。この会話必ず返す。
よし。よし。ものからかかってこい。アイスメイク、アイスゲイザー。よし、俺たちの勝ちだ。おりゃ。よっしゃ、いっちゃいっか。アイスメイク、アイスゲイザー。どうしたよ、こんなもんか。アイスメイク、アイ
イゼンブリンガー。どうしたよ、こんなもんか。おりゃ、よっしゃ、行っちゃいくか。上等ベニザクラ、アイスメイク、アイスブリンガー。よし、俺たちの勝ちだ。おりゃ、切られたいものからかかってこい。じゃねえか。ようやった。暴れたんねえぞ。
ちゃいくか。関東行くぞ。エンタグラムソード。アイスメイクスロー。
やないか。頑張ってね。どこ行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。カンソウ、行くぞ。エンタグラムソード。さて、アイスメイクカンバー。へ、楽勝だぜ。ありゃ。やれやれ、お出ましか。アイスメイクフロア。フォトンスライド。よし、カリューの絶景。よっしゃ、勝った。
イスメイクハンマー。よし、俺たちの勝ちだ。手応えがありそうだな。さて行くぞ。行くぞ。アイスプリンガー。カット。行くぞ。導かれし光の川よ、照らせ。ジャナル牙を滅するために。フェアリークリッター。感想変鱗ブルーメンブラスト。
作る？
ちゃいくか。ガリューのゴール、鉄竜のそこだ。ガリューのゴール、鉄竜のそこだ。ガリューのゴール、鉄竜の暴れたんねえぞ。よっしゃ、いっちゃいくか。ガリューのゴール、切り刻みます。 Whoa!